今日も一日お疲れさん。どうもしこです。平井です。ジョンです。安幸です。正方です。今日の企画はこんな彼女の性癖クソかわいい性癖なんですけど、はい、僕たちがね今までお付き合いした彼女とか、はい、試合だけ交えたみたいな人でもいいんですけどこういう性癖めちゃくちゃ可愛かったなみたいなのを、はい、あの出していくという、はいはい、うっすら照れてますねちょっと恥ずかしい感じですねはい、それ出していきたいと思います、はい、それではやっていきましょう。いつもありがとう。はい、はい、上に乗りたいって言われた。うわぁ、可愛らしい。乗らないといけないから上に。あー、多いの。上で行くっていいことだね。逆正常位みたいな。はいはいはい、わぁ、そうそう。こっちで止まってるだけだ。そうそうそう。普通、非常位って話だよ。非常位なんだけど、非常位ってさ、普通さ、90度みたいな感じで倒れ込まないと無理。あー、なるほどね。で、振らないと無理。なるほど。分かってるね、自分でそこがいいっていうのはね。これは逆正常位。確かに確かに。いいじゃないですか。それ可愛いよ。はい。はい。はい、噛まれるのが好きって。ああ、俺ね。若い頃噛むの大好きで。もう収まったんですけど。噛むの大好きだった。噛む大好きだった。S やったってこと ?S だった頃だね。今は嫌な。見てえなってことじゃないですか。ああ。ちょっと飽きたかも。へぇー。髪、はい、飽きたかもね。いいですか。はい。おなっていいって言ってたんですけど。おぉ、入れてる最中に、おなりたい女子って一部いるじゃないですか。めっちゃマニアですけど。なるほどね。要は、入ってる最中に行けないから、自分で触っていくように仕向けるみたいな、こういうんですけど、めっちゃ興奮しますね。いや、いいっすよね。知ってる男いるわ。真ん中に。これ結構多いイメージなんですけど、僕。あ、マジで、はい、でも、触っちゃいませんもん、自分から。あ、そう、自分が触るねんけど、女性が積極的に行くのは俺結構好き。それに対して、ね。あ、そういうことか。そうそう。やっぱ言うんですか、おなりなんて。あ、言うしけど、言わずしてもやってくれることがあるから、そういう時はめっちゃいいなって思う。おなりなって言うんですか。おなりなって言うんですか。おなりなみたいな感じで。おなりなちょっとゼルダっぽく。ゼルダっぽく言うから、ゼルダ好きやから。おなりな風のおなりな。風のおなりな。人間の強いねんから。あ、怒られるから。怒られちゃうから。これはそう、これは。あ、ダメないな。タオマメガスに変えていきましょう。タオマメガスですよ、皆さん。はいはいはい、あの舐めながらおなるのが好きって。ああ、これいいっすよね。大好きですね。おなられるの好きだな。いや、そうやね。やっぱそうっすね。やっぱ獣っぽくていいよな。いいよな。これもいいっすか。はい、僕これも好きなの。乳首オナーも好きなの。オナオナうるせえかい。オナ一回オナもこれで終わりなんで。今日のオナこれで終わりなんで。ストアだけしてください。下半身と上半身ちゃうじゃないですか。ちゃうちゃいますね。ここを自分でおなり始めるのめっちゃ好きです。なに始め、乳首オナやってないですか。まあまあいますね。たまにいますよ、ね。まあ見たことないもん。興奮します、あれ見て。しますね。ですよね。はい。相当大人やなこいつ。落ち着き放ってる。手をこう持ってったらもうやってくれるのめっちゃ好きです、ね。ああ。分かってますねってなる。思ったより強くつまみますよね、おなり。だしね。どんな言ってよかったんだみたいな。そう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 。恥ずかしい今日。お前もおなれよ。お前もおなれよ。出せよ。おなれよ。おなれじが。おなれじ。出せよ。肥大維持なんかつけりゃいいみたいな。おかしいから。もうおな出したいな。やるにももうないやろ。部分ないやろって。いやいやな。定義かわかんないですけど、刺され武器っていう。何何何それ何それ何やそれ。だから、チンチンが刺さってる状態で塩を吹くっていう状態ですね。あ、めっちゃ好き。それが好きってことだった。好き。いや、そう、好きっていうのがね。俺が気づいたのよ、後になって。俺どうしたのみたいな。で、照れてるみたいなのが、たまんないな。お前の性癖やん。お前の好きな性癖やん。我慢できずにみたいな。いいですよね。はいはい。でもいいよな。いいよ、恐ろしいな、こっちも。いいですか。はい。あの、ツバ飲みたい。あー、出た。懐かしい。懐かしいって何やねん。夜よ、何でも懐かしい。いや、俺もちょっと懐かしい。飲みたい子おるよな。いますいます。よだれを垂らしてほしいみたいな。可愛いなと思います。あー、確かにな。懐かしいってほんまになん、どういうことなんですか。前にそういう子おったなっていう。あー、お題になるとは少ないの。そうなの。はいはい。あの、四つん這い手間が好き。あー、 AV よく見るやつ。女の子四つん這い。はい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 。はい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 。わかんねえ。手番とか書いてて、こんなやつ。なんか負けれんねん。なんでよ、お前。ずっとこうやってファンの人が見てくれてるの。丸とか。やりすぎちゃうさ、いや、まあまあ、そうやけどさ。皆さん、あれでしょ、心配する方やから恥ずかしい。あ、そうだ。いやいやいや。やる方やから。する方じゃない。なんかちょっと丸して隠してほしいんやつ。完全にやられてる方が
感のコメントやもん。そうやな、ブラ気にしてはるから。ああ、そこまで行くんですか。そうやね、それこの人でも線引きよう分からへんよ。分からないよな。たまに編集で意味わからんこと起きてんねんけど、ふんにとかは丸入れへんの、童貞はずっと丸入れへん。チームの中で謎のルールが出してる。はい、この間オーナー忘れてるの一回ありましたよ。オーナー手伝い、はい、こっちが手伝うんですよ。こっちは手伝います。あっちがしてる時におっぱい舐めてって言われて、はいはいはい、手にしてって言われて、あ、はい、やらせていただきます。あー、手伝い、あー、いいね、いいね、うん、なるんよ。同じでしょ、ないですか。いや、ちょっとあんまりわからないですね。これ丸つくね、童貞って丸つくんじゃないですか。そうやな、今のところ童貞やもん。今のところちょっとな。はい、これもあります。おなみ合いっていう。いや経験はあるよな。あらあら、経験ないよな。俺経験ないけど、まあまあ言ってるよ。意味ありますよな。ちょっとやってって言ったら、じゃあやってよって言われて。そうやんな。えとか言われたらテレビで。そんなにいいとか、鶴の旗折りみたいな感覚やからな。人に見せるもんじゃない。いや、そうやねん、そうやねん。俺もそうやねんね。はい、はい、はい。ちょっと可愛いやつ。服を着たい。可愛いな。俺好きよ。すごい可愛いじゃん。そうそう、俺が着てた服を着たい。あ、そっち。それはないわ。匂いに包まれてみたいな。そういうことだ。あ、匂いできるよね。そういうのはそれ最初エロー始まる前とか。彼女の家ってさ、忘れてた T シャツ枕にしてることがいるんだ。あ、そうそうそう。あれ可愛いよね。可愛い可愛い。すごいな。怖。え、嘘やん。忘れてた T シャツ枕にしてるんでしょ。多いやん。すいません。枕にしてるって言われたら、ああ、ちょっと怖いな。マジ？あれはな、枕カバーになってるし、好きな子やったら嬉しいけどな。まあ好きな子やったらそうだな。あ、そうですよ。好きな子ですよ。はい。はい。はい、寸止めです。はい。ひょっこりはずが出てきましたよ。はい。寸止めが好きってことか。寸止めが好きな子。寸止めされたことある？あるあるかな。こっち側がさせられるな。あちら騎乗位とかで。あらあら。いい？ほらいいよ。寸止めみたいなもんなんじゃないの？てか俺してほしいけどさ、向こうがわからんくないタイミングとか。ダメ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 って言ったら、あっちがちょっと嫌らしい顔で止まる。ああ、それめっちゃいい。いや、上辺の仕組み。そうそうそう。ガガガガガガって。いや、俺も止めてるからさ。言葉より先に。そうそう。あ、そうだね。ああ、フィジカルか。うわ、それ、これもありにしてあげて。ああ、そうだ。ほんまにあかんやん。緊急度が違うみたいな。俺だと。カントレスだからダメなのか。寸止め？女性がしてくんの？そうそうそう。あ、俺無理や。あー、Sやなー。イラッとするってことか。イラッとする。いかせろよ。Sは寸止めの S ですよ。はぁ？すごい、なんか、場所の女みたいな顔してるもん。もう一回無知で叩きました。お願いします。お願いします。俺これ好きなんや。正規って言っていいかな。行くときなのけぞる。あ、わかるわ。あー、腰ね。そうそう、それわかるわ。ブリッジね。めっちゃ興奮するな。私はリズリングみたいな。好きなんやな。いいですね。ちょっとこれ入れてほしいですね、セーフ的に。まあ知れてなってんねやろうけどな。うん、でもまあ作れそうやなっていう。確かにね。ちょっとね、確かに人工的にもね。人工的にもいけそうやな。質はできそう。のけぞられたらチンチン抜けません。抜けないね。ほらごめんな。そんなに変わるんですかね、チンコの長さって僕と4人で。いや、確かにな。時間測ってくれか。そう。プロとかで。別に俺だって立ったら普通っすよ。13もあるから。え？あの。え、何？いや、でも15とかちゃう？そんな1、2センチでそんなに変わるもんなのかな。確かに変わるよ。測り方ももしかしたら違ってるかもしれないですね。次、次。どうしよう。はい、僕できなかったんですけど、話してる中でいいなと思ったのが、上半身は外っていう。好きや。ベランダとか。へえ。タッチバックで上半身はもう外、ベランダから出ちゃってるみたいな。へえ。すぐ向かい大学だったんで、大学に向けてやりたいねみたいな話をしたりとか。へえ。ちょっといいですね。ちょっといい。大学の時か。大学の時ですね。いいな。ちょっとまだモラルがない頃。そうだよね。その頃いいやんな。その頃いいですよね。その頃に眠ってますよね。男の本当忘れてしまった欲望がね。今もうちょっと。バックグラウンドやった中学生とか。はあ、すごいや。それは危ないな。そうだからやりたいねって。うん、いい思い出だな。
確かにひどい、ゼロですか、1個出せよお前。性癖どこいいでしょう、小沢を童貞になってます、性癖でしょうか、ほんまに小沢を童貞なの。小沢を童貞なの、揃って言われてたのに。登録ボタンは下方向、はい、はい、はい、ぜひね、いかがでしょうか。やっぱ監督がフル回転しますね。確かに監督ジョンがやっぱ出してたね。確かに、ね、オーナーが多かったね。あ、確かに謎の多かったな。好きやな。可愛 いですよね。うん、可愛 いですよ。でも絶対見れないじゃないですか、普通に。そうなのよ、そうなのよ、貴重だって気づいてほしい。そう、あの、したかったらしたいって言ってくれた方がね、そうよっぽど幸せな空間になるよね。大体可愛いんじゃん、性癖って、もしかしたらかもしれんな。可愛いと思うな。ねえ、バイオレンスじゃない限りは。そうやな、肉を食べたいとかじゃない限りね。ハニバル、ちょっと怖いけど。そう、ハニバル、地域系はちょっと怖いな。そう、あ、地域系は無理なんすか。地域系は、あ、そうなんや。ロス系は、あ、ロス系いける。おー、喋るんすよね、バカよ。同じ言い方やと思う、同じ言い方。はい、まだなんで皆さん、はい、ぜひ参考にしてみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、可愛かったっすね。あれ、いやでも、うん、やっぱオナは可愛いっていう話、あ、結構出ましたけど、うん、やっぱそういう欲に、なんて溺れてて、うん、自らこう気持ちよくなってもらうみたいな、うん、なりにくいみたいなスタンスやっぱ可愛いっすね。確かに、はい、ヒダ的にはどう？え、気抜いてた。可愛いよな、なんか何してても。あ、オッケー、うん、じゃあ締めてもらっていい？チャンネル登録お願いします。お願いします。今日も一日お疲れさーん。